Taste Lovers。 女性新チャンネル Taste Lovers、 司会進行の女性新副編集長の田原明夫です。今日はですね、この夏、もうアジア全部が注目している話題のドラマ、私の残念な彼氏、主演のノミヌクを含め4人の、キャストをこの韓国ソウルで特別インタビューです。いよいよです。ノミヌク主演の、私の残念な彼氏が、韓国で放送が開始されます。そして日本での放送も決まりました。今日はミヌ君に堂々と、今まではちょっとですね、内容を公開できなかったんですけども、インタビューをしたいと思います。ノミヌ君、お疲れ様です。お疲れ様です。幸せですね。まず去年冬から始まったんですけど、またフーラウスの監督さんとかカメラ監督さん、照明監督さん、スタッフさん、みんなさんがそのままなんで、なんかデジャブみたいに、でもテウンですよね、名前が。もともとはフーラウスの名前がテイクだったんで、今もテイク、あ、違う、テウンって感じになって、そのままですごく雰囲気が盛り上がってますよ。だからそれは今日初めて放送する日ですけど、すごくドキドキだし、幸せです。正直言うと僕は1話2話までは見たんですよ。完璧な編集は終わったものではなかったけど、それだけ見ても、あ、これなんか面白そう、多分みんな見てもこれハマっちゃいそうみたいな感じがあったんで、そういう部分では、もし外国でこれが放送しても自信あるんだなって気持ちはあります。まず今までの役の癖とかそういう感じを捨てようと思って、座り方も歩き方も全部違う風にしようと思ったし、基本的に立っている時のその態度姿もわざともうちょっとこうしたり、背がもうちょっと低くなったりしようと思ったり、話し方とか笑い方も、じゃなくてみたいな感じがあったり、変顔もすごくたくさんしてるんで、それも鏡見ながら一人でなんか練習したりしてたんですね。そうですね、それはまず基本的に今年のアイテムがデニムなんで、なんかデニムの2015年のデニムを何か使いたいなと思ったんですけど、監督さんとサッカーさんはおしゃれとかに、なんかかっこよく見える自分の体がスリムフィットとかその感がない服でしたいよって言って、じゃあ何をしたらいいですかって聞いたら、まだ考えてないって言ってて、どうしますって言ったら、ミヌも宿題だからねって言って、僕がそれをずっと考えてみて、前に仕事で日本にいた時とか、いろんな韓国でもジャンプスーツを買って、オーバーロールとかを買って、それをデニムを買って監督さんに見せたら、これいいねって言って、監督さん、これをこのまま着替えないでずっと同じ服を着てるキャラクターどうですかって言ったら、それいいねって言って、じゃあそれしましょうって言ったら、それをしたんですけど、監督さんはそれ編集してるものを見ても、みんなこれ同じ服なのに似合ってるから格好悪く見えないよみたいないい話をしてくれたりするんですね。まず生き方の心がちょっと変わったんですね。理由は分かりませんが、もうちょっと余裕ができて緊張感がなくなって、ただドラマ撮影行く前の日夜お風呂をしたり、明日いい顔を見せなきゃじゃなくて、ただ運動して家に帰って美味しいもの食べてゆっくり寝て、
じゃあ今日も人生の素敵な思い出をまた作ろうって感じで撮影現場に行ってるんで、みんな仲良しだし、スタッフさんとかも雰囲気もいいし、すごくいいケミストリーがあるんで、それだけでただ心がすごく楽になったんですね。それで最近あまり撮影現場でも鏡を見なくて、ただそのまま撮ってもドラマを編集したものを見たらかっこよく見えるし、いい顔が見せるから、やっぱりまた今までとは違う天運みたいな、本当にピュアな心でピュアな目で世界を見てるんだなって、そういう気持ちがありますね。それでは最後にですね、カメラに向かってミノ君からファンの方へメッセージお願いします。はい、皆さん本当にまた会いたかったんです。頑張って残念くんを撮影してるんですけど、毎日 SNS、Instagram とか頑張ってみんな見てくださいって宣伝してますけど、今回これを見て、ノミヌっていう存在を初めて知ってる皆さんもいるし、フーラウスからとか前から僕を応援してるファン患者たちいるんですけど、またこれ撮影終わって日本に行くときは皆さんが空港でミヌ頑張ったねお疲れって、そういう状況を想像しながら今頑張ってるんで、会う日まで体を大事にしてください。また会ったらたくさんラブをくださいね。じゃあまた会いましょう。じゃあね。